三浦亀治は、江戸時代後期の紀州藩野老。三浦長戸守屋第五代当主。父は、紀州藩第七代藩主、徳川宗信。養父は、紀州藩野老、三浦亀地下。官位は、十五位下、長戸守。法暦九年四月十一日、紀州藩主、徳川宗信の八王として生まれる。母は、即室、村上氏。宝暦十年五月に、 紀州藩が老、三浦地下の養子となり、証元と称する。明は3年3月に通称を城之助に改め、同年4月には兄である藩主、徳川重則に拝越する。安永3年5月の元服に際しては、兄の重則が前髪、衆の儀を行い、備前をサフネスケの立ちおかししている。翌安永四年七月、洋服、亀近の死去により家督相続し、 安永5年9月に江戸に出府して、第10代将軍、徳川家治と、聖師、徳川家元に敗越。同年12月、受護医した長戸守に任官し、過労となる。天明元年6月に徳川家成が将軍家の聖師となり、同年7月に江戸城で敗がする。天明7年3月に家成が将軍宣言を受けると、ためおさむは法賀氏として、 江戸に出府し、同年4月22日に江戸城で家なりに灰がした。完成元年9月4日、死去。去年31、墓所は和歌山県和歌山市の両方寺。家徳は着難、ため席が相続した。ありがとうございます。